PD7220AMU PD7220 PD は直線、円弧、文字グラフィックをビットマップディスプレイに描画する機能を持つインターフェースコントローラーである。日本電機による設計、開発、製造であり、98帝国として一時代を築いた同社の PC-9800 シリーズをはじめ NECAPC3 コンピューター。 DEG レインボーのオプションのグラフィックモジュール、チューリップシステム -1、及びエプソン QX-10 に採用された。ワンチップに集積されたものとしては、初期のグラフィックディスプレイコントローラーの一つで、ナンバーナイン、ビジュアルテクノロジーのハイエンドビデオカードに採用されたように低コスト設計を可能にした。PD7220 のブロックダイアグラム7220は、 NEC インフォメーションシステムズによって発表された。1979年にプロジェクトが開始され、1981年に論文が発表された。1983年までに NEC 自身の初期のコンピューターに採用されたほか、DEC やワングラボラトリーズのコンピューターにも採用された。発表から1年後、ある記者は 7220GDC チップは、 NEC の競合企業ですら、それが優れているために拒むことができないデバイスだ。とコメントした。1983年に Apple l e a が発表された時、プレスはなぜ7220を採用しなかったのかという質問を挙げた。ブルース・ダニエルスは、l e e a はより安価なハードウェアサポートで供給できるラスターグラフィックを第一に採用したことを指摘した。 ウェイン・ロージングは、開発人は7220を知っていたものの、設計が始まった段階ではまだ入手が困難であった、ことを付け加えた。画面更新サイクルのうちの一定時間でしか、ディスプレイメモリにアクセスすることができないことも、制約であった。7220では2本の i、O チャンネル、A レと A1 が使われている。A レを読み出すと7220のステータスを、 取り出す。A1 を読み出すと、内部 Q から1バイトを取り出す。7220の両レジスタへの書き込み、A1 はコマンド、A0 は Q へパラメータを書き込む。デバイスは8ビットデータパスを持つ。また、4ヘルツから5 5ヘルツのクロックで動作し、これは当時としては、比較的高性能であった。冒頭で言及されている、98帝国の初代機、 PC-9801 に搭載された i8086 が描画する場合と比較してみる。7220の描画速度は直線、円弧の区別なく800ンセックドットである。一方で 5MHz で動作の i8086 で16ビットバスを持つ i8086 が最もクロック数の少ないアドレッシングモードで1バイトデータを ライトするだけでも9プラス5イコール14クロックを要する。14クロックの間に7220は3ドット分の描画を済ませ4ドット目に取り掛かっていることになる。i8086 が1ドット描画するためにはデータをライトする前に命令をフェッチしデータをロードし計算するためのサイクルが必要となる。このことから7220に与えるパラメータが多い。 難点はあるものの、それを補って、あまりある、描画速度を持っていると言える。ありがとうございます。